アドレスはやはりスクエアに構えることが大切かと思うんですけど、みんなのなんかね、そのかっこいいことをねよく言って、スクエアスクエアって、スクエアって本来の意味は平行に構える。スクエアの意味は平行、それ平行はパラレルだよ。スクエアって直角、直角っていうことは何かっていうとね、方向に対してクラブのフェースがきちっと正しく向いてる、飛球線に対してはここが直角に向いてるということが大切なんであって、まあ極端なこと言うと、体の線はどこ向いてようが、自分の振る方向とそれからクラブのフェースっていうのがきちっとそこにアジャストできてれば、それはボールが思うところに球飛んでくる。だからそのスクエアっていうのはあくまでもそのクラブフェースの問題であって。